皆さん、ポコニャチは。さあ今回は517コース目から。全コースまであとちょっとか。んとお前の目は節穴か？冗談じゃんか。って、なんだこのコースは。めっちゃ上にドッスンがいるが。ああ、これどんどん重くが切り替わるから走り抜けろってこと？ああ、いい感じだったのに。あら、苦戦してるわね。わかったことが一つ。一つ盛り上がってるブロックの上に乗る感じで行った方が良さそう。で、さっきから壁キックが入りまくってんじゃねえか。んとこれは今回も失敗するかしら。いや、ここから一気に突破してみせる。じゃあ、ゴールの床まで着いた。いやー、これエグすぎね。たく、残機が5つも持ってかれたぞ。で、また大量のドッスンがいるコース。こういうのは一気に駆け抜けた方がいい。ちょ、ところどころ横ドッスンもいるじゃねえか。おっと、ドカンか。で、ちょっとゴールも見えてるわよ。しかも穴が開いてるじゃん。ってことは隙間をくぐり抜ければそのままゴールできちまう。よし、これは試す価値ありだ。ちょ、だったらチビ状態の方が良かったんじゃない？確かに、しゃがみジャンプクルだとちょっときつそうだな。いや、無敵時間を利用すればジャンプ調整ができるじゃん。ここでチビになりつつドッスンの上に乗る。これでしっかりとジャンプ調整。おー、うまい。確かにあれなら調整はしやすそうね。まあ一発勝負だけどね。で、これってネットの壁当てジャンプ2連じゃね？マジか、久しぶりだな。あれ以来全然やってなかったもんね。ここはかっこよく一発で決めたいね。うん、かっこよく一発でねー。今までのはイメトレさ。じゃあこれだよこれ。まあ、決まれば確かにかっこいいが。あんだけ失敗するなんてねー。いやだからイメトレなんだって。最初から本番だわ。それよりこれ急がなきゃダメ。ちょ、今のオンオフスイッチ押しちゃダメなんじゃね。んということはこれは。ダメージ食らってんじゃないわよ。ごめんごめん、これはトゲメットにスピンジャンプで良さそう？ああ、ギリギリ届きそうだな。オンオフスイッチは罠だったのね。若干のトロールありか。そして土管に入ると。さあ裏エリア。そしてもう中間なのね。だがしかし強制スクロールという。まあスクロールはそんなに速くないから大丈夫そう。オンオフの切り替えもしっかりと見なきゃな。さっきみたいに騙されるかもだし。オッケーオッケー。よし、この火希望はずっともだ。今日から僕と一緒に楽しもう。やっぱいらね。絶対やると思ったわ。もう、しかもソーダグレープに落とすなんて、たちが悪いんだぜ。ごめんよ、かきぼう。さあ、ここまでは順調だけど。さっきみたいな罠がないのは逆に怖いな。あや、この土管入れぬ。まだ上があるのね。ふむふむ、この甲羅をオンオフスイッチにぶつけると。応力即前で対応したんだぜ。テンプが遅れてたらソーダグレープに飲み込まれてたわね。よし、10コインもしっかりとゲットして。手を早くしねえと。とか危なすぎよ。いやー、ジャンプ台を持っちゃったからどうしようか悩んじゃった。動揺しすぎなんだぜ。こういうヒヤヒヤ感の演出も。いらねえから。で、あんたそのバネはどこまで持っていくのよ。どうやらヨッシーがいるみたいだからここでお別れ。別に口に含めただろ。まったくもうヨッシーとお別れしなくちゃダメ。ここバネがあったら連れていけたんじゃない。ああ、ここにゃんやりやがったな。違うって、これが正規のやり方でしょ。だからお前は友達いねえんだよ。いや、僕には両手両足の指では数えられないぐらい。はいはい、嘘ついてんじゃないわよ。ぬぬ。お、そこの土管か。じゃあゴールだ。ちょ、せめてゴールバーでワンナップしなさいよ。いやーゴールが嬉しくなっちゃって。で、今度は40秒スピランか。コインのナビに従って、で終わった。あ、こういう騙し要素もあると。しっかりと対応しなきゃダメなのか。基本的には信じて進めばいいよね。おそらくな。でも、これで3アップは確実ね。ノーミスでクリアできたらめちゃめちゃでかいな。ここはしっかりと集中しよう。さあゴールが見えるか。んでもこれ裏エリアに行くわよね。まあいいでしょう。さあ同じように続くかな。結局騙しはさっきの一箇所しかないか。まだ来るかもだから集中しよう。とりあえずコインをしっかり。で、ここもか。よし、対応できてるわよ。オッケー、これで終わりか。じゃあノーミス3アップだ。よし、これはデカすぎるんだぜ。ここでもできたらカンストに。おっと、これ取った場所が悪い。おだか。もう、ちゃんと考えなさいよ。悪かったって。キノコを取りつつブロックを壊すのが正解だね。何気に難しいプレイを求められるのな。さあここは、P スイッチがあるけど。あ、これ自分で P スイッチを踏んだらダメっぽい。そうか、ブラバムをしてもらうのか。これが正解のやり方でしょ。うん、自分で踏んだら届かないもんね。さあ次だ。どんどん難しくなっていく感じ。ほう、ブロックを壊せばブラパタワーが落ちてくるが。うん、落としてる間に通るって感じだね。跳ねるから気をつけなさいよ的な。気をつけるまでもなかったね。で、これで過状態のまま来ないと通れなかったんじゃ。うわ、積んじゃう可能性があったのね。怖い怖い。で、おっと。ほう、ゴールがあるが、50コインも欲しいと。別にダメージ食らってもいいよね。ゴミ出しするのか。ゴールさえできればいいのさ。うん、まあ、あんたらしい考え方ね。よし、プラマイゼロだったからオケオケ。
お、今度は50秒スピランか。この階段を登るだけでヒーヒー。おじいちゃん頑張って。で、そんなことよりこれ急がねえとゴム兵が爆発するぞ。めっちゃやばいじゃないの。あっとしまった。何やってんだし。頭ゴンしちゃったんだよ。無駄にジャンプを入れるんじゃねえよ。今度はいけたね。ちょ、また爆発しちゃうわよ。でも猶予はあるから焦らなくても。バカさすがに引っかかりすぎだ。ほらこんなにゆっくりしてても間に合っちゃう。絶対内心焦ってたでしょ。いや余裕すぎて両目つぶってプレイしてたわ。はいはいすごいすごい。いや僕にゃんくん尊敬したわ。そんな言い方僕が惨めじゃんか。実際惨めだろ。だったら何も問題なしよ。ほんと泣いてもいいっすか。泣くなら一人で。ピュンピュン。ほら、そんなこと言ってないで集中よ。時間はあんまねえんだから。とりあえずこれでコイン稼ぎを。抜けれないな。さああと10秒。で、抜けもあるのかよ。あっとこれは。ちょっとそのミスは致命的じゃない。いや諦めたらそこで試合終了。まあその気持ちはわかるが、ダメなものは何をしてもダメっていうことも。苦戦ここまで来たのに。大量に残機を失う予感か。いやここで決めてみせる。さああと5秒だけど。おっとこれゴールデン。ふう、通り過ぎなくてよかったな。あ、これはまた。ネットの壁当てじゃんか。さすがにパス案件か。いやチュートリアル的な感じだから大丈夫かと。おうまい。ほら、もう中間じゃん。しかもキノコも取れるし。こうやってワンミスしても許されると。いやここは成功させろよ。ああもう下手くそなんだから。ほっとけ。さあどんどん難しくなっていく感じ。で、コインで何か書いてあるわね。なになに。Go back for hidden block。 隠されたブロックに戻る的な。てことに隠しブロックがあるのか。となると、おーこれだな。なるほどね。よくコインを取りながら英語を読めたわね。いや実際英語は読んでないけど。でたまたま見つけたのかよ。ちょ、落っこちるんじゃないわよ。ここは倍速で。さあここは、あ、また壁当てジャンプ。さすがにこれは一発で決めよう。おー決まった。まだ続くのかな。今度は別のギミックか。とりあえず急がなきゃ。で、こんだけ？この後また難しい壁当てジャンプが来るかもしれねえな。あ、ゴール。なんだそれ。あはは、最後はしっかりとワンナップを狙って。ここ、オーナイス。いやー、もうちょっと続くと思ったわね。最後は拍子抜けしたな。いやでも前にコーラコースをたくさんプレイしてよかったよ。さあまたスピランコースだけど、早速引っかかるという。いやあれは初見で反応できないでしょ。たく。そしてこれがこうなって。さすがにこれは厳しいか。あの鍵ドアに入れたらゴールじゃない。いやでもちくわブロックが。あーさすがの時間がなさすぎる。よし、さっきよりも少しだけ早い。ドアインはギリギリ間に合いそうね。よしさあ。この後左に進まなきゃか。あ、ちょっと氷が。さて、このコースのおさらいとでも言っておこうか。何よその言い回し。ちゃんと集中しろっての。わかってるし。でも、どうすれば時間短縮できそう？それはこの落ちるリフトだ。おお、ただ乗ってるだけなのか。このリフトは使わないのね。そう、こうすることで落下速度が上がるのさ。ほんと一回引っかかったのは、いわゆる茶目っ気。そんなの誰も求めてないから。よし、1秒あるからこれなら。ここでジャンプ。じゃあ間に合った。ふう、ギリギリね。ちょっと焦ったよ。それじゃあみんな次の動画へ行ってらっしゃいだぜ。